やば、こっちに出てきやがったこいつ、やば。くそ、なんで俺の後ろにいんだよ。いや、味方はすごい感動しちゃった俺。俺感動しちゃったよ。ナイファイです。フラッヘムロックでいいんじゃないかな。いろんなキャラを使っていこう。こいつは加速な気がするんだよな。ダイエット2おめでとうございます。ありがとうございます。いやでもなんかな、マジでな、ちょっと展開してくれるだけで本当にやりやすいな。マジでマジでやりやすいな。だってあの、わかる？あの3人で戦ってるって感じ。わかる？この真ん中右左っていうあのさ、わかる？あのわかるかな。そう、わかる。あの負けちゃったけどなんだよ。いやー、いいわ。今俺何試合やってんだろう。4試合か3試合ぐらいかな。おめでとうございます。ありがとうございます。ダイエルで沼るんですけど、今シーズン立ち前のおすすめって何ですか。ね、敵を倒すのかな。敵を倒すムーブがいいのかな。今みたいな言い方だったら、バルハかなりいい感じ。いやー、そうなんだよな。いやーって感じ。確かに。今回はハゲてない。さっきはハゲてた。うん。もうって。なんで5倍も離れてんの？もうって言ってた、ずっと。うん。わかんない。なんでこうなるのか俺には全くわかんないってずっと言ってた。どういうこと？フルパだったら組める。ルーキールーキーダイヤ1は多分確信犯だと思ってる。わかるー。いや、そうなんだよ。それすっげえわかるわ。この人たちよく合うなー。この人たち確かあれだよなー。100ダメージの人たちだよなー、確か。いや、でもたまたまだった可能性を考えるか。なんで 3連続で出会うの ?3 連続じゃねえか、3回出会うの。お尻の民、そうだよね。ルーキーとダイヤ組めないだろと思うじゃん。ルーキールーキーダイヤだったら組める。恐ろしいです。ブースティンガー、ブースティンガー。私ウラドレ今日ウラパレレベルに転身しようと思ってウラドレ気をつけます。あと気をつけることはありますか。展開する。あー、なんかすっごいいい見た目してるやつ来た。ジャンプマスターの訓練はサボっちまったからな。ネメシスはね、弱くはないよ。てか強い。玉持ちが悪くてな。玉持ちが悪すぎるんだよな。とんでもない噂だ。登録ありがとうございます。でもね、俺分かった。いろんなキャラ使おうって。今回はヒューズを使って。まあ、加速ヒューズかな。相手をボコボコにしていこうかなって思います。武器は M ロック、エルスター。まあ、いつも通りか。本当だ、もう死んでる。早いねー。うん、展開しないと弱いね。続いてたはず。そうだよね、続いてるよね。3人だと組めるって言ってたよね。あれ、組めないんだっけ。なんか組めるって聞いたんだよな。そう、なんか組めるって聞いたぞ。あ、ワットワーキーさっき使った。でも地獄見たわ。うん、5倍お尻突撃マン。こんばんは。今日も頑張ります。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。リングはかなり遠い。そうだよ。でもこれもう一択じゃね。ヒューズ正直。マジでおめでとうございます。ナイスー。
すごいアクセサの量だ。恐ろしいな。バイバカオリ。レベル3だ。それは役に立つ。ランク頑張ります。そうかっこいいんだよ。でもこの前さ、マザロー食らわねえぜって突っ込んだら死んだわ。食らうわけねえぜこんなの、ドドドドドつったらそのまま燃え死んだわ。食らいすぎた。さすがに食らいすぎましたね。ファイヤーからの自殺。え？アップグレードを手に入れた。バグかもしれねえ。進化選択、俺も知りたいけど。あれ？なぜだ？わざとか。俺を殺しに来てるかもしれないですね。なんだ、俺を殺す気かこれ。こんばんは。どうなってやがる。あれ超強いね。敵を撃った。あー危険か。あのキー持ってるさ、結構危険だったりするからな。バケモンがいる。モンスターだ。なんか匂うんだよな俺。あんなことするかな。なんかあんなことすっかなと思っちゃうわ。こんばんは、頑張ります。な気がすんだよな。回復中、かすり傷だ。お前は逃げられない。ちょっと決まっちまってる気がすんだよね、あれ。ちょっと俺やばい感じするよな。ちょっと早いよね、うん、かなり早いよね反応が。いつも通り。これスリー以外方法がねえからよ。急だね。殺しなのか、殺し特化型なのか。回復がいる。迷い中。
すり傷。残り部隊は半分。このままだと。いやーちょっとこいつやべえな。キルリーダーには気をつけて。味方のバナーを確保したよ。これで復活させられる。クラスターでも食った。リングは遠い。ナッツクラスターでも食らえ。おい、死にすぎてるぞ。そう、敵を倒す。用語じゃないけど、そういう感じでいいかなとは思う。俺はやるにしても動けない。ダウンした。死んじゃった。あっちにリスポーンビーコンだ。あっちにリスポーンビーコンだ。俺のオーディオ設定100、100、100、100だよ全部。特に何も変更ねえかな。あれじゃあ近い。あと10秒だ。ブリーフが飛ばされねえようにな。警告、リングの閉鎖が始まっています。お前ら耳の穴か。グロータワー右上。そうですね、自分はそっちの方がいいかもな。そうだね、パスは縛りプレイだね。フォロー、フォローありがとうございます。味方がやられた。あ、マジで俺も聞こえてない。やばい、あれパーン、ベベベベベベッ。引き受けることなんか。そうだね、俺は縛られてるね。Windows 11のなんか設定はあった気がするけど、回復は少ねえなあ。シールドをリチャージ。向こうにケアパッケージだ。あと10秒、リングは近い。こっちで。それはいい。ケージのお出ましだ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいネックルクラスターを放つ。別の部隊から攻撃を受けている。シールドをリチャージしよう。ネックルクラスターだ。なんか左側にバンガロールがいる気がするんだよな、それ。多分だけど、なんかこっちがいる気がするわ。そいつやばいよ。当てかん。
やば、こっち打ち打ってきやがったこいつ、やば。やば、振り向きざまにこっち打ち打ってきやがった。まだ30秒も余裕がある。やば、最強じゃん。味方のバナーを手に入れた。リングは近い、残り10秒。なんとかなる。こんなもんか。ワンチャン起こせるか、そこで。あっちにリスポーンビーコンだ。雑魚なら必要かもな。とりあえず左に入れといて右にちょっと入ろうか。とりあえずプラス5になった。最強だわ。クリプトがね、初心者すぎてな。あんなドローンは撃たねえよってな。火薬の匂いがしてきた。リングは近い。あと45秒。いい気分だ。一人死んだな。おそらくやばいかな。早いね。リングは近い。まだたっぷり10秒ある。シールドにパワーを注入する。ザコを倒した。大変。だね、わざわざ起こそうとしてるから。いやー惜しい。いやーマジ惜しい。俺チーターぶっ殺したわ。でも200ダメージ、3000ダメージ。でも俺はこいつらをとりあえず落としたからいいだろう。オッケーオッケーオッケー。とりあえず俺チーター殺したわ。すーごい、見て、もうダイヤ3ルーキー2、すごいわ。
いやー、アークスタ刺したの完璧だったけどな。で、ダイヤ3が200ダメージ、ルーキー2が3000ダメージ。もう典型例って、いやー、さあすごっ。やっぱあれだな、いろんなキャラ使って楽しみまくれば、まあ、いつか上がれるだろうってことを信じよう。ねえ、完全なるブースティングよ。てかすごいな、この人プレデターだったのか。そうね、プレデターだったんだな。普通にあれか、運が悪いとかあれか。シュンシュンさんは緊急対面した時のレレレで意識してることとか何かありますか。なんだろうな。そう。俺が意識してることか。頑張って避けようとしてる。そう、たまたまだね。難しい。マジでな。悲しいことに、今んとこ3連続0ダメージなんだよな、この人。何なんだろう。何が起こってんのかマジ気になるな。チーターとかに殺されちゃってんのかな。普通にわかんねえ。KD、どんな感じなんだろう。結構落ちたよね、多分俺。俺いくつになっちゃったんだろう。ああ、でも 2.16 あるな。すご。超頑張ってんじゃん。えぎいな。この状態でまだ俺2保ってんだ。0ダメージ3連続で倒してるってことか、俺じゃあ。チーターは頭にシート表示して。ほんとにね。私やってますよって言ってほしいわ。ねえ。このチーター量で、これやばいな。だってしかもさ、ゴールデンタイムよ。チーターが湧いてくる。やばくない？えぐいな。そう、ゴールデンタイムなんよ。そう、ちょうど彼らが起き始めるぐらいから始めて、これだもんな。悪夢だ。すげえな。どのキャラでもいけるし、どのキャラでもダメなときはダメだ。そうなんだよね。分かっちまった。そう、漫画だからとかじゃなくって、マジ運ゲー。こんばんはー。配信。お疲れ様です。そうだね。全員バーン案件。基本的に、ソロだと自分の生存優先をする方が決まるのがいいですか。そうだな。まあ、状況次第だけど、基本はそっちかな。てか、なんだろう。今のは、その味方がピョピョーン溶けちゃったから、何もできなかったからって感じだけど、割と俺戦う方かな、でも。はい、じゃあ、チーターが。こんばんは、頑張ります。チーターゼロの世界なら、チャンピオンどれくらい上がりそうですか。もう 50% くらい上がりそう、マジで。本当に、今んとこ負けてるやつ全員、ルーキー4の、いい顔面してるやつらしかいねえからな。そうだね、ゴールドとかめっちゃいるね。本当に人間相手には基本負けねえからな。